アレクサンドラ・ドゥルゲルは、ルーマニア・ブカレスト出身の女子プロテニス選手。自己最高ランキングは、シングルス26位、ダブルス41位。これまでに WTA ツアーで、シングルス2勝を挙げる。身長172センチメートル、体重61キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。ドゥルゲルは4歳からテニスを始め、2005年に、 プロに転校した。4年間女子ツアー株の大会に出場していた。2009年のワルシャワ大会では、世界ランキング201位で予選から勝ち上がり、準決勝でダニエル・ハンチュコバを6から4、6から7、6から1、決勝でアリョーナ・ボンダレンコを7から6、3から6、6から0で破り、ツアー初優勝を果たした。全米オープンで4大大,大会に初出場。 一回戦で、ビクトリア・アザレンカに1から6、1から6、で破れた。2010年のワルシャワ大会では、決勝で、テイ・キヨシを6から3、6から4で破り連覇。ツアー2勝目を挙げた。全仏オープンでは、第31シードになり、一回戦で、ルーシー・ハラデツカを7から6、4から6、 6から3で破り4大,大大会の初勝利を挙げ、キャロラインウォズニアッキとの3回戦まで進出した。ウィンブルドンと全米オープンもシードを守り3回戦まで進出した。2011年全豪オープンでは1回戦で、森田歩美に4から6、4から6で破れた。全米オープンでは1回戦で、ウィンブルドン優勝者の第5シードペトラ首飛ばを7から6、6から3で破ったが、 二回戦で、同じルーマニアのモニカ・ニクレスクに3から6、0から6で敗れた。ドゥルゲルは2012年3月の BNP パリは、オープン一回戦を途中棄権したのを最後に、膝の怪我のため公式戦出場から8ヶ月、遠ざかっていた。2013年7月のボースタード大会ではフラビア、ペンネッタと組んだダブルスで準優勝した。W イコール優勝。 F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF。 B イコールオリンピック銅メダル NMS イコールマスターズシリーズから降格 NH イコール開催なしありがとうございます